ちなみにムンクの叫びっていうのは、あの真ん中のあーってしてる人物が叫んでるわけじゃなくてですねこれもね、あのよく勘違いされてる方が多いっちゃけど、あれムンクさんが書いた叫びっていう作品なんよ。そう、あれは真ん中のムンクさんが叫んでるんじゃなくて、叫びっていうタイトル。じゃあなんで叫びっていうタイトルなのかっていうのは、あの真ん中のヒャーってしてる人は、自然の、叫びを聞いて耳を塞いでる様子なんすね、あの真ん中の人は。ムンクの叫びってさ、誰が描いたんだろうって、なんかいろいろ調べてたのね。この絵は誰が描いたんだろうみたいな。ムンクの叫びって誰なんだろうってさ、調べたらムンクでさ。なんか一人で笑っちゃった。本人かーいって。しかも自画像ではない。自画像じゃないの、ムンクの叫びなのに。名付けたのはムンクじゃない。あ、そうなの。あ、ムンクの、あ、ムンク。あ、そういうこと。コーネの配信とかそういうことね。ミオシャの歌枠とかそういう感じののってことね。なんだよ、勘違いすぞ、ずっと。え、ずっとムンクの叫びっていうね、タイトルかと思ってた。ムンクの叫び？あ、あれね、パチ屋の前によくいる人ね。パチ屋の前によくいる人はどっちかっていうと、死んだ魚の目で、一歩一歩の足取り重く、前に踏み出してる感がありますね。ありがとうございます。